はい、こんにちは、タカです。今年のドルはなかなか難しい動きをしますね。なるべく振り回されないようにと、僕自身もかなり慎重に見てるんですけどもね。まあそれでもね、だいぶ目線の方がコロコロ変わるような流れ。昨日のドルも大暴れでしたね。今3時56分なんですけども、4時から FOMC がありますからね、だいぶ相場の方は少し動くと思います。収録の最中にも4時になってくると思いますので、値動きも見ながらまた話をしていこうかと思います。まずは現状のドルから、こちらがドルインデックスの1時間足、日足を重ねています。昨日もこの戻りが途中からもすごかったですね。全然止まらずに大きな買いが入っていました。FOMC 前のポジション調整か何かかなと思っていたんですけどもね、結構長い期間ずーっと買われていたのでこれはと思ったんですけどもね、まあ、最後に大きな売りが入りました。かなりボラがありますからね、一歩引いてみて実体部分で見ていけば昨日の高値は超えています。ただ、まあ、上下に壁が見えているというのはもうずっと話をしている通り、これ下にも壁があって上にも壁があって、この壁をまだ抜けていないんですよね。値動きこそありますけども、方向感という面ではまだ大した方向感は生まれていないということになります。引き続きこの辺りのレンジ相場を見ていこうかと思いますけども、ただこの後4時になってね、まあ、FOMC があってこれを抜けてくるかもしれません。少し値動きに注目はしていきたいと思います。このレンジもかなり長い期間続いていますからね、まあ、動きを見ていくためには日足がしっかり抜けてくる、まあ、つまりは日足の終わり値がしっかり抜けてくる、抜けを見ていくのはそれからかなと思っています。短期足がね、1本2本スッと抜けたからといって完全に抜けたと判断するのは少し早いかなと思っています。続きね、この高値からのずっと続くこの売りの流れ、この売りの流れになるのか、年初から続くこういった買いの流れが続いてしまうのか、どちらの流れになっていくのかというのを注目したいと思いますけども、今4時になりましたね。収録をしながら大きな動きが出てくればね、ちょっと流れを追ってみたいと思います。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。昨日目立つのがやっぱりこのドルの買いの流れですかね。まあ動いた背景というのもあるんでしょうけども、一旦はそういったのを置いといてね、この値動き事実だけを確認していくと、さっきも見たようにね、ドルはしっかり買われているわけですけども、直近の流れから見ていけばまだまだレンジ相場。今回買いが入ったことで何か大きな変化があったのかと言われると決してそういうわけではありません。あくまで昨日1日はドルが強かったですけども、ここ数日にわたっての値動きを見てみるとレンジ相場が継続している。ということはね、昨日買われたから今日も買っていこうとはなかなかならないということにはなりますね。僕が注目していたのがポンドの強さ、あとはユーロの弱さの部分なんですけども、昨日もポンド強いですよね。ただまあポンドドルで見た場合、ドルの方がより強いですから、チャートの方を見ていけば下落の形にはなっていると思います。ただこのポンドの強さ、ポンドはしっかり買われていますからね、この部分は継続して見ていきたいなと。やっぱり1月に入ってからポンド強いですよね。この流れはしっかり見ていきたいなと思っています。そして同じようにこのユーロの弱さというのも見ているんですけども、これも昨日ね、まあ、大きな売りが途中入ったんですけども、これは戻しています。チャートの方を見ていくと結構な行ってこいになっていますけども、まあドルの動きに反応したということでもあるとは思います。これもね、まあ値動きがありましたから、チャートの方でどのような形になっているのか、ここは抑えたいと思います。あとはこのドル円を見た時にドルと円とに同期性がないですよね。最近はずっとまた同じ動きが続いていたんですけども、昨日は全く違う動きをしています。ようやく値動きの方が出てきたかもしれませんよね。これもしっかり追っていきたいと思います。はい、こちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。週足レベルで見ても今日の値動きで少し流れが見えてきていると思います。まずは下のサポート103円の20あたり、このサポートは以前効いていますね。強いサポートに対して、でも上の方から大きな売りが続いているんですよね。この波は一旦止まってはいますけども、反転までは見えていません。今はこの底根圏で下落の流れは止まっていますけども、底根圏でレンジ相場になっている。さらに言えば直近ではさらにこのレンジの中に小さなレンジができているというふうに見ています。下のサポートは共通で、まあ、103円の20あたりなので、この下のサポート割ってしまうとね、小さな枠も大きな枠からも、まあ、抜けという形になってしまいますので、まあ、これは本当に注意が必要ですね。一方ね、この戻りの高値、今はこの104円の20あたりを見ていますけども、昨日ようやくドル円の方が少し動きが出てきて、今はこの小さな枠の上限104円の20あたりを試す形になっています。ただまだ抜けてはいないですから、高値を簡単に掴みに行かないように注意はしたいのと、仮にこれ抜けたとしてもね、この先にはまだ壁がありますから、なかなか大きなトレンドという面では生まれづらい環境というのはあるかもしれません。本当に大きな流れが出てくるのはこの上の壁、104円の後半をしっかり抜けてからかなと思っています。
ここ最近週足で見てもほとんどもう実体部分がないですからね、まあ、それだけ動きもないということになるんですけども、今週どうなりますかね。今のところは買いが入って流れが見えてきているようには思います。まずはこの高値試しですね、104円の20を抜けてくるのかどうか注目をしたいと思います。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。ドル円もようやく動きが出てきましたね。この辺りでずっとレンジ相場が続いていました。かなりの長い期間になりますけども、まあ、基本的な流れはこれずっと売りの流れが出ていたんですけども、この戻りの高値を抜けたことでちょっと状況は変わっていると思います。これは今年に入ってからの動きですね。戻りの高値を抜けてきたという事実がありますから、まあ、基本的には押し目買いを見ていきたいなと。なので、まあ最初の目標はこの戻りの高値を抜けるということで、このレートが104円の20あたり、小さなレンジを見ていたところの、まあ、レンジの上限に当たりますね。ここに足場を作っています。この足場何回か崩れそうにもなっていますけども、サポートはされています。上の方に抜けてきたということで、青い波というのは当然これは抑えますけども、ここにはしっかり足場がありますからね、この足場を起点とした上昇の流れも合わせて見ていきたいなと思っています。今目の前には戻りの高値、加えて日足レベルの小さなレンジの上限に当たります。そういった壁が目の前にありますから、抜くのに少し時間はかかってくるかもしれません。時間がかかるということは抜くための足場、再度こういった小さな足場というのは出てくるかもしれませんね。ただ今見ているのはこの青い波ですからね、下のサポートが見えてくればまずはロングというのをしっかり選択していきたいなと思います。そしてこの考え方が全部崩れてしまうのはこの足場が崩れてしまった時、この上昇の形もここを起点としていますからね、103円の60、この辺りを割り込んでしまうと一旦は全てリセットということにはなってくると思いますね。見ていきたいのはこのブルーの流れですね。ロングというのを見ていきたいので、こういった大きな流れの中に小さな緑の波、サポートというのをまずは見つけてロングをしていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。ドル円は短期的にはこういった売りの流れが見えていたんですけどもね、昨日の動きによってこの戻りの高値を抜けてきています。短期足もしっかり反発の形になっていますね。今はこの波の底からの上昇トレンドを見ています。ただし目の前、この辺りには日足のレンジの上限、あとはまあ大きな波の戻りの高値、そういったものがあります。ということは今は勢いよく上昇していますけども、この辺りで一旦流れが止まるかもしれない。もし流れが止まってしまった時に、今のこの直近の上昇というのはすごく強い流れになります。強すぎるんですよね。押しが全く入っていない状態ですから、仮にこの上昇が止まって調整局面に入った時に、これ日柄調整、時間調整であればね、このあたり下にサポートが見えてくると思いますけども、値幅調整、下の方に押しが入ってきた時に、今の波の押し安値ってここになるんですよね。103円の60あたり。日足のレンジの加減ですよね。デイトレードをしていくのにこのあたりをバックにロングを見ていくというのはなかなか難しいとは思います。この上昇トレンドがね、しっかり波を打ってくれていれば、押し安値というのも分かりやすかったりはしたんですけども、昨日はかなり強かったですからね、もう一気に上昇しています。ということで一旦流れが止まってしまった後の崩れ、これをちょっと警戒していきたいなと思っています。一旦崩れてしまうと目処が見当たりませんから、まずは下のサポートを確認してからのロングということになりますね。ということはこの勢いのまま、今日も高値をどんどん取っていくような流れになってしまうと、置いていかれるということになってしまうかもしれません。あとはもうトレードのスタイルの問題ですよね。それを良しとするのか、それともリスクを抱えるのは避けてしっかり足場ができるのを待つのか、ロングを見ていきたいという考え方は共通でも、どこでエントリーをしていくかについてはやっぱり差がありますから、自分のスタイルになるのをしっかり待つのは大事だと思いますね。僕の場合は近場にサポートを見つけてというのをやっぱり徹底していきたいと思いますから、上の方に抜けてしまえば仕方がない。ただ目の前には壁がありますからね、まずはこの壁で値動きが止まることを期待して下のサポートを探していきたいなと思っています。下のサポートが見つかればそのままロング、下のサポートが見つからずにダラダラ下がってしまうようであれば、今はこれまだレンジから抜けているわけではないですからね、結果的には日足のレンジ上限ということになってしまいます。ということはこれレンジの上限でロングをしてしまったら危ないわけで、直近すごく強い流れ、そして大きな環境として押し目買いという形がありますから、ショートを見ていくかどうかについては意見の分かれるところではあると思いますけども、少なくともロングをしていくのは慎重にならないといけない場所ということにもなってきます。短期的な下のサポートができるかどうかで、だいぶ見方も変わってくると思いますんでね、今日はまずはこの下のサポートを重視して、割れないということであればね、やっぱりロングというのをしっかり追っていきたいなと思います。はい、こちらがニューヨークダウの CFD 1時間足に日足を重ねています。このダウもずっとレンジ相場が続いていたんですけどもね、ようやく動きの方が出てきました。このサポート割れに関しては FOMC の前からもしっかり割れています。発表後はあまり大きな動きにはなっていませんけども、まあ、安値を試しているような形ですね。高
高値圏でのレンジから下に抜けたということで足場が崩れてしまったということになります。直近は強い流れがあったわけですけども、上昇トレンドは一旦止められて反転の形が見えてきたということになりますね。こうなると相場の方は一気に難しくなってきます。高値からのこういった売りの流れを見ている人たちというのが出てきますので、短期的なこういった売りの勢力に対して大きな流れで見ていけば押し目買いも見ていけるわけですからね。どこかで攻防というのは起こるんではないかなと思います。その攻防の決着というのを見ていくのが最初に見ていくポイントかなと思いますね。短期的にはもうこれ抜けてきてますんでね、まずはこの抜けた事実というのを重視して、戻る場面があれば一旦は戻り売りですかね。ダウに関しては調整局面に入ってきたという認識で見ています。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。調整局面に入ってきたということで、上位足の環境をおさらいしていきたいんですけども、チャートはやっぱりすごく強いですよね。ただこの高値圏で週足レベルで見てもレンジ相場が見えています。まだこれ週足は閉じていませんけども、下の方に抜けているのがわかるかと思います。このまま継続すればね、ここには波の反転が見えてきますね。売りの流れが出てきてもおかしくはないかなと。ただこの上昇過程においてこの辺りでしっかり足場を作っています。これ3万ドル前後の値動きになりますけども、下がってくれば当然こういったところはサポートの候補にはなってくると思いますし、仮に抜けるにしてもそれなりの抵抗というのはあるんではないかなと思っています。ならばこれね、売りの流れを見ていくにしても突っ込んだところの売りというのは警戒をしていかないといけないですよね。波の反転を見ていくのか、それとも押し目として見ていくのか、まずはこの辺りの攻防を見てからですかね。チャートはすごく強いと思います。ショートを見ていくにしても慌ててショートをしなくてもね、チャートが崩れてくれば本格的な下落というのは出てくると思いますので、まずは戻り売りを意識しながらこの3万ドル前後の攻防、これをしっかり見ていきたいと思います。はい、こちらが日経平均の CFD、 1時間足に日足を重ねています。日経平均もここ最近のレンジ相場からは下の方に抜けてきました。もう一回り大きなレンジと捉えれば、まだ今はレンジの加減ですかね。直近にはすごく強い流れがあります。見ていきたいのはこのトレンドの継続ということで、下がちゃんとサポートされれば高値ブレイクというのを見ていきたいんですけども、今もね勢いよくこれ安値を試していますからね、そのまま抜けてくるかもしれません。ただまだレンジ相場ですから、このレンジを意識していくんであればこの辺りは買い場ということにもなります。例えば日足でしっかり流れが止まるとか、短期的には下の方に少し突っ込んだんだけども戻ってくるとか、そういったサポートの強さというのが見られるんであれば、レンジの加減というのを意識してロングを見ていくのは全然ありだと思います。ただ下の方に抜けてしまったらね、ここには波の天井部分が見えていますから、そのポジションは引っ張るようなポジションではないかなと思います。サポートバックがはっきり見えていますからね、まずはこのサポートを利用してレンジ上限までの動き、こういったのを狙っていくのも一つの方法だとは思います。ダウの影響もだいぶ受けると思いますけどもね、少しチャートの方は崩れてきていますね。この後の流れ要注目だと思います。はい、こちらが金の CFD、 4時間足に週足を重ねています。値動きの方が大した動きになっていないですね。今のところ誰も注目していないという感じですかね。週足のサポートがこの辺りにあって、このサポートに今は支えられている形になっています。このサポート割ってくればもう大きな売りの流れも見えてきてしまいますんでね、ちょっと買うことはできないなぁと。この辺りの場所はそういったギリギリの場所になってきているということになりますんで、ロングを見ていくんであればこのサポート割れてしまえば投げればいいやというね、シンプルな発想で見ていくんであればレンジの上限、この辺りまでは見ていけるかなとは思っています。直近はすごく値動きの方がおとなしいですけども、今はこの大きなブルベアの攻防の真っ只中、まずはねこれサポートされているというところからこのレンジの加減を意識してロングを見ていきたいと思います。はい、ということで、FOMC も過ぎて議長発言ももう終わっていますかね。FOMC 自体ではあまり大きくは動いていないですね。ただ昨日の日足だけを見ていけばかなりの動きが出ています。それでも実体部分を見ていけばまだまだレンジ相場の継続、ドルだけを見ていけば昨日の値動きだけではどうこう判断できる状況にはまだないということになりますね。引き続きこのレンジを意識したトレードということになりますから、見ていくポイントはこのレンジの上限下限引き付けてということにはなってきますかね。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別に動画を作っていますので、概要欄の方にリンクの方は貼っておきます。それでは今日も頑張っていきましょう。